島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。わ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。など、
なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たり、この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか。ルフィ。よし、行こう。いたか、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょうルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパー。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。俺の仲間に手出すな。お前たちの相手は俺だ。マナーがなってねえの。これは逃げねえ。やるってんだな。おりゃ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。うお。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリング。ねえ、海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。ウソップ！ウソップが食べられちまう！ウソップ！待ってろ！今行く！ゴムゴムのガトリング。待ってろ。パーティーテーブル、キックコール。俺が必ず助ける。大丈夫、これでみんな直せる。効かねえな。
ーティーテーブルキックコース。あの鳥の口、いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。つかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いや、私を食べても美味しくないわよ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ撃ちか。上等だ。あい、どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。間違ってもレディに手出すんじゃねえぞ。ブルジャンブプルミエールアッシュ。いやな、ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。もう動じねえ。必殺火炎星。存分にやらせてもらうわ。遅延フルール、デルフィニウム。間違ってもレディに。オラ、ロビンちゃん。そうね、この力があれば大事なもんだって守れる。俺は勇敢なる海の戦士。海の一流国は技も必要な力なら残らず手にするわ。俺が万能薬になるんだ。スーパーパワー。おう、ルフィ、みんなも一緒か。ああ、
あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとる場合か。クソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。サンダーランスクーパー、ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、この者をジェットバズーカー。これでどう。ゴムゴムのジェットピストル。手ごわいわね。みんな気をつけて。ドスフルール。グラップ。待ちなさい。どれどれ、いただき。おいお前、おろしちまうぞ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。くれてもよかったのに。ゴムゴムのジェットバズーカー。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。これはそこまで効果だ。ありがとう、助かったわ。な、よし、ナミもゾロ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。
ここまで腕が上がるとは。よーナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソケンシ。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ。恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。
そうだ、ルフィ。思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当か、ナミ。島に流れ着いてすぐ、この浜よ。でも、その後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから。女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ、島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞ。お前ら、点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。そうなのが出てきたな。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルールクロトワマード、ショック。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。
開始だ。オチエンタフルールクロトワナードショック行かねえよ。あちちちちちちゴムゴムのジェットバズーカー全員ぶっ飛ばして。この力があれば。だ必要な力なら、の怪物と呼ばれようと。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが。さて、待ちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってるな。出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。何を遊んでやがる。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。行けるか。待ってろ。おりゃ手強いわね。
今行こう。ちょっと痛いよ。結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ？しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海のものです。だ嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアリオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから
俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。この肉全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。